南洋海割は、広い生息域を持つアジカの外洋性海水魚である。インド洋から太平洋の熱帯域に広く分布し、分布域は、西はインド洋西部のモザンビークやセーシェル、東はハワイやレビジャヒヘド諸島といった太平洋の東部、中央部にまで広がっている。大陸方で見られるのは稀で、 外洋の島のラグーンや岩礁、サンゴ礁で見られる。比較的大型の種で、最大で全長75センチメートル、体重6.6キログラムに達した記録がある。細かい解剖学的特徴のほか、黄色の反転などで多種から区別することができる。しばしば小さな群れを作り、様々な小魚や甲殻類を捕食する。 漁業における重要性は生息域の全域において、それほど高くはないが、トロール漁や灰ワ漁、その他様々な方法による沿岸漁業で漁獲され、鮮魚や塩漬けとして販売される。南洋海割は、鈴木木アジカの鎧ジ族に分類される。本種は1881年に、レビジャヒヘド諸島から得られた標本を、ホロタイプとして、 二人のアメリカの魚類学者、デイビッド・スター・ジョーダンとチャールズ・ヘンリー・ギルバートによって、初めて記載された。彼らは本種を、ケランクス・オーサグラムスと命名し銀亀目アジ族に分類したが、後にアジカ魚類の分類について、再検討がなされた際、本種はヨロヤジ属に移動された。本種は独立に複数回再記載され、他の種のアシとして記載されたことも二度あった。 ジョン・トレドウエル・ニコルズは本種を C ・ファーダウ・ジョーダニーとして記載し、黒平ア味の足とした。後にこの学名は、独立した種 C ・ジョーダニーに移行された。アンダマン味の足として記載されたこともあった。その他 C ・ニー・タダスとしても記載されている。本種は現在では、独立した種として認められており、ュとしての学名、および C ・オーサグラムス以降のすべての高校誌のニムは、 国際動物命名規約に基づき無効とされている。英名は、本種が外洋性であることに由来する、アイランドトレバリーで、種商名のオーサグラムスはギリシャ語で、まっすぐな線のという意味である。厚い唇は、本種の特徴である、比較的大型の種であり、最大で全長75センチメートル、体重6.61キログラムに達した記録がある。黒ひらアチと非常によく似る。 しかし本種にはよく目立つ、黄色の斑点がある一方、黒平味は、斑点は、持つが目立たないため、両種は簡単に識別できる。本種は、側編した、楕円形の体型を持ち、背側の輪郭が、腹側の輪郭よりも膨らんでいる。糞は、普通わずかに丸みを帯びる。背びれは二つの部分に分かれており、第一背びれは八本の棘状を、 第2背びれは1本の棘状とそれに続く28本から31本の軟状を持つ。第2背びれの身長部は、若菜ではやや釜状になるが、その長さは、頭部の長さよりは短い。尻びれには前方に2本の棘状が有利して存在し、その後方に1本の棘状とそれに続く24本から26本の軟状が存在する。 腹筋には1本の棘状とそれに付属する21本から22本の南状がある。側線は前方でごくわずかに湾曲しており、直線部と曲線部の交点は背びれの15番目から19番目の南状の下部に存在する。側線曲線部には96から106の鱗が、一方直線部には20から30の鱗と二と21から28の両鱗が存在する。 胸部の腹気器部までの領域には鱗がないが、その中でも腹気前方部にはしばしば鱗のある小さな領域が存在する。この鱗のない領域の後方部は胸びれ器部にある鱗のない領域と一本の鱗の帯によって隔て,てられている。制御では唇がかなり厚い。両角には幅の狭い縦毛状場からなる痺烈が存在するが、これは加齢に伴い退化する。 エラフルイ数は28から32、椎骨数は24である。南洋海割は、背部では白身がかった青緑色で、腹部ではより銀白色を帯びる。制御では、体側面中央部に、比較的大きい楕円型で黄色から、黄道色の斑点がいくつか散在する。9本か10本の暗色で、垂直の帯が、頭部から、おつか部にかけて存在することがある。 背びれ南上部、尻びれ、尾ひれは白身を帯びて、鮮やかな青色、または茶色がかった青色であり、他のひれは白身を帯びた緑色あるいは無色、透明である。釣り上げられた、個体、インド洋と太平洋の熱帯、亜熱帯域に外洋を中心に広く分布する。インド洋では、アフリカ東海岸のモザンビークから、北方のアデン湾にかけて生息するが、より北方のインドやスリランカからは、 記録がない。生息域は、インド洋東部の東南アジア、インドネシア、オーストラリア北部にも広がる。太平洋では、台湾、日本、ハワイ、レビジャヒヘド諸島、メキシコ、そして多くの中央太平洋の島々に生息する。日本においては、太平洋側では、東北以南、日本海側では、北陸以南の南日本、小笠原諸島、琉球列島で見られる。 2000年には青森県大畑から2005年には秋田県小賀からも報告がある。大陸報ではあまり見られず、主に火山活動や大陸からの分離で生じた外洋の島でよく見られる。岩礁や珊瑚礁、浜辺、ラグーン、エスチュアリーなど様々な地形の下で見られる。水深3メートルから168メートルまでの海域で記録がある。 ハワイでは湾内よりもむしろ沖の方でよく見られる。これはおそらく湾内の方が多種との競争が激しいためである。他の多くのアジカの種と同様、人工魚症によく集まることが知られている。単独で行動することも小さな群れを形成することもある。群れを作って移動しているときは一時的に本種がその地域のバイオマスの多大な割合を占めることがしばしばある。 本種は主に小型の魚や甲殻類を捕食し、詳しい植生は地域によって異なることが研究により分かっている。ニューカレドニアで行われた調査では、捕食した生物の内魚類が98%で、エビとカニについては1%に過ぎなかったが、ハワイで行われた大規模な研究では64.7%が、甲殻類32.2%が、 カサゴメの低生魚やハゼを含む魚類で、糖足類も割合にして2%捕食していた。ハワイでの研究では、その地域に住む主要なアジカ魚類は、主観競争を避けるために食性を変えていると考えられた。本種は逆にイルカなどによって捕食されることがある。繁殖と成長については研究はあまり進んでおらず、ソロモン諸島において、 繁殖期が5月頃と推測されている程度である。本種は生息域全域において漁業における重要性はそれほど高くはないが、しばしばハエナワやトロールなど様々な漁法で漁獲される。日本でも伊豆半島、紀伊半島、沖縄などで漁獲される。沖縄では他のいくつかのアジカ魚類と区別せず、ガーラと呼ばれ流通している。一般には本格の海によって漁獲され。 漁業の主対象となる魚に比べて漁獲量は極めて少ないのが普通である。ほとんどの地域で漁獲量の統計はない。鮮魚や干物、塩漬けの状態で販売され、美味とされる。日本では刺身や塩焼き、汁物、煮物などにされる。釣りの対象になることもあるが、磯の目地な釣りなど他の魚を主対象にした釣りで下道として釣れることが多く、 専門に狙われることは少ない。ありがとうございます。